さあ、本日は以上でございますかね。はい、ね、もうはいはいもうエンディングに行きますかね。おお、それが早い。14ページ見てもらっていいですか。何なのか、何でか見えまいやじゃあ告知をありがとうございます、していただければと思いますよ。ヒデヒデが、はい、3年ぶりとなりますはやニューアルバムを、お8月の21日 に発売いたします。発売ジャイ、はい、その名もタイトルが和楽器ゲーマーカプコンというすごいですね、はい、まあショコラちゃんがねジャケットを、うん、あそうですね、こういうこういう感じのジャケットになっております。ありがとうございます。あのドット風に僕らを描いていただいて、はい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 、カプコンさんのロゴもあのドットのものを使わせていただいております、はい、あそうなんですね。 しかも三味線仕込みやん、あれそうなんですねなんかスポーン バスターですねポーン出てもてるやん。打倒座頭市みたいな感じで顔も似てる。あ、ありがとうございます。顔似てますよね。いいなこの感じ。はいはい、はあ、これが出ると、はい、あのカプコンさんの、まあ、名作の中から尺八三味線でカバーをするというアルバムを、はいね、そのこの日付8月の21日あの狩猟音楽祭の、はい、東京公演の公演日ということで合わせてきたよ。合わせてきました。当日に販売をさせていただきたいと、はい、会場にて、うん、会場にて販売、はい、お、うん、誰が僕らが、はい、直に買えるんですか。直渡しを、はい、させていただこうと。嬉しいですね。じゃあね、大変じゃないですか、うん、ぜひ狩猟音楽祭に、ね、来られる方、はい、もう東京公演はあのソールドアウトということで、ね、はい、あもうソールドアウトなの、はい、9月の4日のグランキューブ大阪はまだ9月やから空いている、はい、うん、おおそうですか。ただ物販だけ入れたりしないのかな。どうなの、ね、できんするので、じゃあ東京公演も、はい、物販だけ買いに来れたりもできます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。おこの日発売です。モンハンの曲はね、聞いたこと何でもあるんですけど、ね、他の曲どういうのかなっていうのはね、それはありますよ。そうね、本当に弾けるのかなみたいなのありますそうそうですね、まだ疑ってる生主疑惑があったそうなるのかな。生主疑惑ありますよ。ニコ生であの僕らの演奏姿を出したりするんですけど、はいはい、あよく似た双子が出てきたなみたいな同じ顔が出ても信じてもらえない、なるほど。なんで今日はちょっとこの状況で本当に演奏できるよっていうのをちょっと証明させていただこうかなと。いいんですか。ただ一瞬でも見切れると今入れ替わったって言われてよく言われるんですよじゃあカメラずっと切り替えなくてもいい。あのなんでまあ僕ら入れ替わってないよっていう証人、はい、証人になっていただければ、はい、あそうですか、はい、うまくできればいいですよね、うん、うまくできればえじゃあどうしましょう、準備してもらいましょうか、はい、ありがとうございます、ね、早速、はい、さあここで本人じゃない人たちに変わあ今変わりました、今変わりましたね服も全く同じ人ですかね。あ今着替えてますね、さあこのアルバムねすごいですよね。モンスターハンター、モンスタークロス、オオカミいろいろですね。サイバーシリーズ6万、うん、おお、うん、なるほど。まあね、あとでちょっとまた聞きましょう。もう全然チューニングとか今してもらってもいいですよ、わざわざ、うんうん、わざとこう聞こえるように聞こえるようにWe'll be right back.
やっぱ本物だった。本物ですね。これは本物ですね。ありがとうございます。迫力ありましたね。素晴らしい。ありがとうございました。良かったですよ。すごい。もう圧がすごいですね。ありがとうございます。あー、しかも何ですか、メドレー。メドレーです。ねえ、はいはい、ですね、今回曲数としては6曲なんですけれども、はい、うん、まあ、タイトルとしてはもちろんモンスターハンター、うん、今演奏した英雄の証であったり、うん、僕らが実際に参加させていただいた妖艶なる舞玉三つね、はい、そして、まあ、ロックマン2は、うん、今のタイトルとドクターバイディステージの、はい、メドレーだったんですけど、はい、それに加えてウッドマン、ヘアーマン、クラッシュマンのステージが入っていて、そしてあの名作の狼、はい、狼からですね、はい、天神族のテーマと、はい、漁師まばらその2、そして太陽は昇る、この3曲のメドレー、そして逆転裁判、今演奏させていただいた追求と、はい、逆転姉妹のテーマ2002というもの、はい、と僕らのオリジナル曲が1曲という、結構あの、ね、6曲とはいえかなりたくさん聴いた、うん、気分になれる日です、ね、うん、すごいよね、いっぱいね、もう大満足の演奏でしたよ、今。ありがとうございます。今日バージョンの今日しかないメドレーをお届けさせていただきました。はい、いやーすごい。ありがとうございます。なんかやっぱ和楽器だと、はい、すごい雰囲気が出ていいですよね。ありがとうございます。本当にいいですよね。もう、かっこいい。いや、これは CD は絶対買わないとダメですね。よろしくお願いいたします。はい、いや、あとでもまだ信じてない人いるかもしれない。なるほど。え、なんかどこで見れるんですか、二人のこと。ねえ。ですね、はい、僕らはですね、うん、あ、もちろんこの、あれですね、狩猟音楽祭、はい、2016にて、うん、はい、ゲストで参加させていただきます。参加させていただいております。こんなステージに上がって、はい、上がって、はい、吹いたり弾いたりしてもらえる、はい、うわー、見れるんですね、それも。その前、8月の15日にも神楽坂にありますグリーというライブハウスで、うん、ホールで、はい、ライブをさせていただいて、神楽坂で月1でライブをずっとやってるんですよ。神楽坂言うたあのちょっと、そうそうですね、石畳があるようなとこちゃいます。いい感じの、でその番組、あ、そのライブは、うん、あの僕らのひでひでチャンネルというニコニコ生放送でも、放送させてもらってて、はい、途中まで無料でもご覧いただけるっていう、はい、はライブになっております。いや、すごいな。これ信じてもらえますね、これね、じゃあね、まあ実際見てもらわないとね、そこはぜひよろしくお願いいたします。ありがたいです、本当に。いや、よかったね。うん、あ、それとあれです、あの、え、まだありますか。明日です。明日8月の4日、はい、両園の部屋にゲストで、両園の部屋にもう絶対聞いてほしいな。絶対聞いてほしい。聞いてもらっちゃった。これ絶対ね、皆さん聞いてもらって、はい、何かしらメッセージとかをね、はい、送ってもらいたいですよね。明日から配信開始になります、はい、あと8月18日発売後のファミコン通信で、ファミ通でもちょっと載せていただくんで、はい、ファミ通のことをファミコン通信って言うからな。やばいです、やばい。世代がすごい。まだ別冊の状態ですよ。ファミコン通信、ファミコン通信、ファミ通さんで、はい、あ、そうですか、はい、いや、これもすごいじゃないですか。盛りだくさんだ。ねえ、盛りだくさんでございます、うん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんも参加していただきたいと思います、うん、はい、ねえ、もうツイッターの方もいっぱい来てますよ。ありがとうございます。本当可愛いですね。狩猟音楽祭、そうです、ね、うん、はい、狩猟音楽祭にて売り子でも頑張ると。そうです、そうですね、はい、売り子やるんですから。売ると、はい、いいですね、ぜひ買っていただきたいと思いますね。ないようにした方がいいですね、お釣りのないようにね。じゃあ、そうですね、お釣りはできる限りないようにしてください。1500円になってます。はい、税込みです。安い、税込み1500円です。買いやすいね、出しやすいです。出しやすい、出しやすい、出しやすい、はい。当日はゴージャスもゲストで、おお、そうなんだ。物販に聞いてませんよ。というのはなさそう、ね、でもいるかもしれないね。いるかもしれない、素顔のゴージャスいるかもしれない、素顔のゴージャスもいるかもしれないということで、ぜひ皆さん探してみてください。はい、心はいつも素顔ですけどもね。出た、最後にマイナスポイントです。
四倍座、四倍座で止めとけやがったのに。四倍座でよかったですけどね。ねえ、悲しそうな顔すなよ。バカ野郎って言い出した。じゃあ、ヒデヒデのお二人も、はい、告知事はないって感じですかね。はい、大丈夫。あ、毎週、そうですね、毎週月曜日のニコ、はい、ニコニコ生放送のヒデヒデチャンネルもご覧いただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、番組はそろそろ終演ともなっておりますけども、次回はいつ何時でございますよか。はい、次回のドラゴン TV は8月17日水曜日20時より生放送予定です。その通りでございます。詳細はドラゴン TV 公式サイトでもお知らせしますので、ぜひチェックしてください。はい、ね、番組は生で見てもらいたいんですけども、どうしても無理だっていう方はですね、アーカイブもされておりますんで、ぜひYouTube だったら1週間後まで見れるということなんで、まあそれでチェックしてもらえればと思います。うん、基本生で見てください。よっぽどのことない限り配信します。ぜひ見てもらいたい。なんか自己的なことがあったんですね。ゴージャスがそういうのがあればみたいなこともありますけども、はい、はい、ぜひご覧ください。ということで、はい、本日も長時間のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。過去のあのゲームをプレイしてほしいなど、何かご要望ございましたら、お気軽にツイートお待ちしております。待ってますよ。はい、各配信チャンネルの登録もよろしくお願いします。お願いします。モンスターハンターストーリーズのクイズに挑戦して予約したくなったらフォロー、戦国バサラ公式 LINE 登録して壁紙もらったらフォロー、フォロー、バイオハザードアンブレラコア RE ネット登録したらフォロー、フォロー、ダンジョンズ&ドラゴンズやりたい人フォロー、フォロー、カプコン TV を見て何かとカプコンのゲームを感じましたらツイッターのフォローよろしくお願いいたします。フォローお願いいたします。アカウントはアットマークカプコンアンダーバー TV、 アットマークカプコンアンダーバー TV です。皆さんもカプコン TV ファミリーになって一緒に夏を感じましょう。感じましょう。なになに、なんなんなんということで、感じる、感じましょう。感じましょう。感じましょう。さあ、それでは本日も長い間ご視聴ありがとうございました。次回もカプコン TV で、はい、つなげー。